ニコラ・リュクネール・ニコラ・リュクネール伯爵は、フランスの元帥。出身は、ドイツのため、ドイツ語で、ニコラウス・フォン・リュックナー伯爵とも言う。ドイツ海軍軍人のフェリックス・フォン・リュックナーは飛七1722年1月12日、リュクネールは、バイエルンのキャムで市民の家に生まれた。パッサウのイエズス会の修道院に入れられたが、やがてそこを抜け出して、オランダ軍の騎兵隊に加わった。 その後、ハノーファー軍に加わり、騎兵隊の士官として7年戦争を戦った。1764年、リュークネールはフランス軍に中将として士官した。1784年、リュークネールはデンマーク号から白爵の爵位を授けられた。1789年、フランス革命が勃発すると、リュークネールは革命政府を支持し、1791年に、 陸軍元帥に劣せられた。1792年、リュクネールはライン方面軍司令官に任命された。4月24日、フランスがオーストリアに戦線布告したとの一報がもたらされた。ルージェド・リール大はライン方面軍の更新化としてライン軍のための軍歌を作詞作曲し、司令官のリュクネールに検定した。後にこの曲がフランス国家、 ラ・マルセイエーズとなった。その後、ライン方面軍司令官から北方軍司令官となった、リュクネールは、フランドルのメナンやッ陸を攻略したが、逆にリールを喪失した。1792年8月、ラファイエットが亡命した後、リュクネールは、シャロン・アン・シャンパーニュの予備軍の司令官に降格された。国民公会は、さらに彼の解任を考え、 ピエール・コデルロス・ドラクロにリュクネールを補佐するか、あるいは取って代わるように命じた。リュクネールは抗議のためにパリに向かった。しかし、ここで政府に逮捕され、革命裁判所によって残首を宣告された。1794年1月4日、リュクネールはパリでギロチンにかけられ、71歳で亡くなった。ありがとうございます。